皆さんこんにちは、ダイエットトレーナーの根岸です。低糖質ダイエットが流行っていますが、では実際に糖質が何グラムまでが低糖質ダイエットって言えるでしょうか。それは1食のうちに糖質が10グラム以下、最低でも20グラム以下に抑えたいですね。それぐらいに糖質量を抑えておけば、日々の生活で糖質を消費しきって早くケトン回路を回すことができ、脂肪が燃焼し始めるってことなんです。逆に糖質を食べ過ぎてしまうと、ケトン回路がストップするだけではなく、脂肪が蓄積してしまうってことなんですね。皆さんも食品の成分表をしっかりと見て、1食のうちの糖質が何グラムなのかっていうのを確認するようにしてください。